どうも、ビッシュのアイナジエンダと松隈健太です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ビッシュ、はい、勢いすごいね。ありがとうございます。ね、そんなビッシュのもうスーパースターアイナジエンドさんね、イケイケですけども、最近のマイブームってありますか？マイブーム、はい、考えたんですけど、うん、何個かあったんですけど。おう、マイブームって言ってんだから1個でしょ、うん、何個あったらそれマイブームって言わない？それは多趣味な人になっちゃうから1個1個。あのご飯をお家で作って食べるんですけど、おう、あの最近ニューメンにハマってまして。ニューメン、はい、あったかい、うん、おうおう、あのそうめん湯がいて、だし、味の素入れたの、とりあえず何でも美味しくなる味の素を入れて、で、なんか、なんだ、椎茸スライスとか、うん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 、お湯で溶かして、はい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 、食べてるんですけど。へぇ、なんか健康的にいいとかあるわけ？いや、別に小麦なんで、結局、そんな健康面は良くないかもしれないんですけど。なんかああいうのって売れる前も、なんかパスタとか毎日食ってたよね、多分。食べてます。え、よく覚えてます。うん、なんか。だからこう、そういう麺系が好きってことだね。それ料理の幅が麺しかないそれ料理って言わんやろ、だって乳麺湯がいて。そうですね。ああ、もうちょっとなんか作れるようになんないと、女の子。あ、そうなんですよ、ね、ちょっとね、マイブームをこれちょっと充実させて練習していきたいですね、はい、そうですね、はい、まあ忙しいしね、はい、そんなビッシュなんですけど、はい、11月6日に両 A 面シングル6枚目なんですけど発売しました。はい、あのこちら Kind People と Rhythm という2曲で、 Rhythm の方は私が初めてビッシュで 作曲させていただいたので、よかったら聴いてみてください。それではアイナジエンドと松隈健太でした。逆だ。ウィニュース。ウィニュースだ。あなたにニュース。